どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説動画を始めていきたいと思います。はい、こちらの動画ではですね、東北ブロック、6件ございますね。こちらの2020年度の過去問について、解説をしていきたいと思います。過去問についてはですね、下の概要欄のところからダウンロード、できますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい、それでは、この動画ではですね、問11から問20まで、お話ししていきますので、皆さん頑張っていきましょう。はい、それでは、ちょっと問題読んでいきたいと思います。問11番、次の記述は高齢者と医薬品に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかというところで、はい、答えはですね、こちらは、4番が、正解ですね。で、A については、誤りですね。これ、医薬品の使用上の注意においては、おおよその目安として、75歳以上を高齢者としていますよというところなんですけど、高齢者75歳以上じゃないですよね。こちらは65歳以上であれば正解なので、75歳じゃなくて65歳というところですね。ぜひぜひこのあたり、身の回りのですね、65歳ぐらい、65歳以上の方をですね、皆さん思い描いていただいて、65歳の人いれば一番ベストですよね。そんなところね、イメージしていただくといいのかなと思います。はい、それでは、B は正解、そして C は誤りですね。これ、高齢者の基礎体力や生理機能の衰えの度合いは個人差が極めて小さいよとありますけど、元気な人ももちろんいれば元気じゃない人もいたりするので、その個人差ね、極めて小さいんじゃなくて大きくなってくるかなと思います。ということで C は誤りとなりますので、問11は4番の B と D が正解となります。はい、それでは次は問12番見ていきます。はい、母体と胎児に関するものですよと、括弧に入れるべき軸はどれでしょうかということで、こちらですね、答えは、これは3番ですね。3番の、胎盤というところが正解となります。はい、ここできましたでしょうか。ね、胎盤というのはですね、まあ文章を読んでいただきますと、赤ちゃんと、お母さんのところ、特に胎盤はですね、栄養価をたくさん、持っているものになりまして、赤ちゃんにですね、お母さんの栄養をどんどん与えていくところになります。で、そこにはですね、胎盤関門というものがありまして、その胎盤関門がですね、こう血液を、混ざらないようにするための仕組みがありますから、例えばお母さんの血液型と、お腹の中の赤ちゃんの血液型、皆さんに当てはめていただくといいかなと思います。皆さんの親御さんの血液型とね、皆さんがもしね、血液型が違かったのであれば、ね、その血液型はね、混ざっているわけにはいきませんので、そのように、混ざらないような仕組みというところが、この血液胎盤関門というところなんだなというところですね、ちょっと押さえておいていただきたいと思います。はい、それでは、次に行きましょう。今度は問13番になります。医薬品の品質に関する問題です。正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらはですね、3番が正解となります。そうですね、問13番も3番が正解となります。はい、C に関して、C が違いますね。適切な保管、陳列がなされた場合、経時変化による品質の劣化は避けられないとありますけど、で、確かに適切にね、保管していただく必要があります。ただ、それでもですね、この経時変化というところの劣化、やはり多少はありますので、避けられるというわけではなく避けられませんので、C は誤りとなります。ここまで大丈夫でしょうか。はい、では、次行きましょう。問14番です。次の記述は一般用医薬品に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちらもですね、3番が正解ですね。3番が正解です。まず A に関して誤りですね。医薬品のうちその効能及び効果において人体に対する作用が著しいものですよ。一般用医薬品は人体に対する作用が著しい。ん?これちょっと違うな。何かというと、著しくないものでしたよね。なので、ここの後半のところの文章が違いますね。はい、そして C。その役割の中には、健康状態の自己検査は含まれないよ、となってますね。なので、このあたりはですね、一般用検査薬っていうのが、ね、妊娠検査薬、尿糖検査薬、尿タンパク検査薬とかっていうのがありましたよね。なので、そういったね、自己検査含んできますので、C は誤りとなります。ということで、こちらね、問14は、3番が正解となりましたので、大丈夫だったでしょうか。
はい、それでは次、問い15番です。問い15番、答えはですね、こちらもですね、3番が正解です。3続きますね。はい、3番。A、B、D は正解ですね。C、どこが違うのかというと、情報提供は必ず、医薬品の販売に結びつけるべきですよと言ってます。情報提供したことによって、よし、これじゃあ買ってくださいとかっていう、ね、イコールはあんまり良くないかなと。ね、情報提供した上で、そして、患者さんの判断、お客さんの判断で、ご購入を決めていただく。そして、無理にですね、状態によっては、あ、じゃあこのお薬やっぱ使っていただかない方がいいかなというような、判断をしていただくところがね、やはり重要かなと思いますので、必ず医薬品の販売に結びつける。ここがちょっと違ってきますので、C は誤りとなります。はい、ということで、問い15は、3番が正解でした。はい、では次問い16番に行きましょう。一般用医薬品の販売時に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、答えは2番が正解です。はい、2番ですね。ちょっと書いていきますよ。よいしょ。それでまず A 違いますね。登録販売者は全ての一般用医薬品の販売情報提供になっておりますよということで、全てというと、1類、2類、3類のね、一般用医薬品含んできますけど、登録販売者、第1類医薬品は販売すること、ね、情報提供することができませんでしたね。なので、A は誤りとなります。はい、そして B と C は正解。そして D、一般用医薬品はすぐに使用する場合に限り購入されますよ。すぐに確かに使う方もいらっしゃいますよね。あとは、常備薬として置いていかれる方もいらっしゃいますので、D は誤り、すぐに使用というところが誤りとなります。ので、問い16は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い17です。以下のサリドマイドに関する記述について、カッコ内に入れるべき軸正しいのはどれでしょうかということで選んでいく必要があります。はい、ここからですね、サリドマイドとかカスモンとかね、こう訴訟問題の内容がですね、4問出てきておりますね。これ多くの都道府県、そういった傾向がございますので、皆さんですね、ここはちゃんとした対策、立てていきましょうね。それで、まず答え。問い17の答えはですね、こちらは4番が正解となります。で、4番、まあ、ちょっと文章を見ていきますと、サリドマイドは日本において、1958年に何とかなどとして、販売されましたということで、催眠鎮静剤として販売されました。ただ副作用として、こちら、血管新生をカッコ B のところですね、妨げます。ね、血管、新しく生まれる、血管新生というのは、新しく生まれる血管を作らない、妨げる、作らないって言ってますから、血管が作られなければ、細胞に酸素や栄養が運ばれない。酸素や栄養が運ばれないってことは細胞ができない。なので細胞ができないことによってお腹の中の赤ちゃんの手足の細胞ができなくなってしまって、手足、四肢、欠損の状態の、赤ちゃんが出てきてしまったというところが大きな問題となりました。あとは、耳などのね、1000点以上とかもありましたので、そんなところでは、特に妊婦さんがですね、気をつけなくちゃいけないというところで、こういった訴訟問題になったんじゃないかなと思います。はい、そしてなお、サリドマイドの、血管新生を妨げる作用はサリドマイドの光学異性体のうち何とか体のみが、有しておりますよということで、ここは S 体ですよね。なので R 体と S 体、はい、こちらちょっと、前のホワイトボードですね、見ていただきたいと思います。それぞれですね、 R 体と S 体というね、異性体、もうこれ化学構造上で、見ていくと R 体というふうに分けたもの、 S 体というものに分けたものが、ございます。で、そこの R 体の方は、催眠鎮静作用。そして S 体の方が血管新生を妨げるっていう働きがありましたので、R 体と S 体がどっちがどういう働きなのかっていうところをちゃんとここのところは押さえていきましょう。はい、ということで、問い17は、4番が正解となりました。大丈夫だったでしょうか。はい、では次行きましょう。問い18番です。次の記述の、亜急性脊髄視神経症、スモンとその訴訟に関する問題です。正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら、答えは1番の A と B が正解となります。はい、で、A、スモンの原因はですね、成長剤として販売されていたキノホルム製剤ですよね。成長剤も大事なキーワードですよね。それから、前のホワイトボードにも書かせてもらいましたけど、キノホルム製剤というところもね、大事なとこでしたね。サリドマイドはサリドマイド製剤でしたけど、スモンはスモン製剤ではございません。キノホルム製剤というところですね。皆さん大丈夫だったでしょうか。そして、
過去じゃない、B のスモンの症状ですね。初期に腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じてきますよと言ってます。はい、なので、こちら、成長剤なんで、お腹のところに症状がまず最初に出てきます。お腹のところに出てきます。そして、今度はですね、その、お腹の症状からですね、脊髄、亜急性脊髄視神経症と言ってましたので、この脊髄のところにですね、ちょっと問題が出てくるんですよ。脊髄というのは背骨のところにございましたね。その背骨のところにですね、この中に沿って、ありますけど、その脊髄のところにですね、問題が起きてきてしまうと。ということは、ここは神経の一つですからね、皆さんね、第二章のところで、脳と脊髄は中枢神経系ですよとかって勉強していただいておりますよね。で、そんな脊髄のところが、やられてきます。特に下半身のところの最初痺れが出てきて、そして今度は上半身の痺れが出てくる、そんなところだったんじゃないかなと思います。そして視神経症なので、視神経目のところにも、ね、障害が出てきますから、最悪失明に至る、そんなのが、この亜急性脊髄視神経症というものだったと思います。はい。そして、そんな、ところでは A、B は正解ですよね。そして C から違いますよね。スモン製剤、はですね。あ、ごめんなさい。スモン製剤。キノホルム製剤ですね。ごめんなさい。キノホルム製剤は、我が国では現在アメーバ、セキュリ治療に限定して販売されておりますよ。ということで、現在ね、こちら、販売は中止されております。そして、アメリカではですね、こちら、アメーバセキリの、治療。ということで、後半の文章はですね、これ、アメリカでの事例の内容となりますので、C は誤りとなります。そして、D に関して、スモン訴訟に関してはですね、契機として、医薬品副作用モニター制度が創設されましたよと。医薬品副作用モニター制度。これは第5章のところで出てくる内容です。皆さん第5章の復習をしっかりとしていきましょう。そして、このスモン訴訟の契機となったもの、特にスモンだけじゃなくて先ほどやったサリドマイドですね。サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、出てきたものがですね、こちら、医薬品副作用被害救済制度というものになりますので、ここのところ、皆さん、ここもですね、第5章で出てくる内容となります。ここも第1章、第5章とリンクしてくるような、問題が出てきますので、このあたりですね、なんだろう、この言葉、そういえばどっかで出てきたなという方はですね、第5章のところを復習していただくといいかなと思います。はい、そして、次行きましょう。D のところですね。あ、D、ごめんなさい。D のところ、ごめんなさいね。D のところがですね、今のところになりますので、なので、皆様ですね、C と D が誤り。なので、A と B が正解なので、1番が正解となりました。はい、ここまで大丈夫だったでしょうか。では、次行きましょう。次は問い19番です。今度は、人免疫不全ウイルスの HIV 訴訟に関する問題です。過去何正しいものはどれでしょうかということで、はい、答えからお伝えしていきますと、答えは5番が正解となります。はい、こちらなんですけど、A は血友病、そして B は、血液凝固因子製剤、そして C は国及び製薬企業となってます。特に大事なキーワードとしては、まずは HIV ね、誰に使ったのか、ごめんなさい、HIV になったのは誰だったのかというと、血友病患者さん、血友病患者さんというのは、先天的に血液凝固因子製剤、血液凝固因子がですね、不足しているとか、足りないとか、そういった方が、この血友病患者さんです。なので、ちょっとぶつけただけで出血してしまったりとか、内出血激しかったりとか、なかなか血が止まらないとかっていう患者さん、方に対して、血液凝固因子製剤、血液から作られた、血液凝固因子だけをですね、取り出したものを投与したことによって、ただその血液中の中にですね、HIV が入り込んでしまったことによって起きた訴訟問題となります。なので、この血液凝固因子製剤というところも大事ですし、そしてウイルスですね、細菌とかではありませんので、ウイルスなんだなというところを、押さえておきましょう。はい、ということで、そんなところを穴埋めしていただければ、問題解けるかなと思います。では、次に行きましょう。なのでいいですか？問い19は5番が正解でした。はい、では次、問い20番見ていきましょう。問い20番、以下の、クロイツフェルト薬物病 CJD とその訴訟に関する記述について括弧内に入るのはどれでしょうかということになります。はい、こちらもですね、こちらは答えは2番が正解となります。
いいでしょうか、大丈夫だったでしょうか。で、内容をちょっと見ていきますと、こちら、クロイツフェルト薬物病 CJD に関しては、これ誰がなってしまったのかというところでは、脳外科手術に、使ったことによって、何を使ったのかというと、人乾燥硬膜というものを使ってきました。人由来のものですね。人乾燥硬膜。ただそれが科学的にちょっと処理が足りなかったために、その乾燥硬膜に、あったですね、タンパク質の、プリオンというものがですね、問題となっております。なので、こちらウイルスではなくタンパク質になります。はい。そして人由来のものなので、こちら生物由来製品になります。なので C のところ、生物由来製品、こちらの HIV のところで使った血液凝固因子剤も生物由来製品になりますので、この HIV、CJD ともにですね、生物由来製品に関する内容となっております。はい。ということで、そのあたりのところを確認しておいてください。ということで、問20は2番が正解となりましたので、このあたり大丈夫だったでしょうか。はい。ということで、ここまでがですね、問11から問20までの、内容となりますので、皆さんしっかりと確認していきましょう。はい。ここまでいいなと思っていただいた方はですね、下の概要欄のところに、LINE アットの、登録などの、ことはあります。もし登録していただければですね、試験の情報だったりとか、あとは直接私に何かわかんないことあれば質問を受けすることもできますので、ぜひぜひですね、皆様ご利用いただければと思います。あ、無料になってますので、お金取りませんので、そちらは、そちらもね、そちらもお金取りませんので、無料になってますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい。ということで、本日も皆様、誠にありがとうございました。